ラフィーストアへようこそ。ここに決めたわ。Thank you.
誰？私たちは。私たち誰？あんた誰？ここはどこ？私たちを誘拐したの？まさかいやらしいことしたんじゃないでしょうね。私たちの体に。解放してくれるの？
捕まえてはいないけど、その風鈴で私たちをここに閉じ込めてるんでしょう。はい、私たちがここを出て、あの透き通った門のようなものを開いた途端、頭の中に鈴の音が響いて、気づいたらここに戻ってきていたんです。どういう意味？私たちを解放する気がないってこと？なら、そのご先祖様に聞けばいいじゃない。どういうことよ？亡くなったってことだよ。あんたと一緒に暮らすっていうの？それは。絶対に嫌よ！ここに止めてください。わかりました。ありがとうございます。そこで突っ立ったまま、私たちの着替えを見るつもり？この服、変な匂い。そうだね。でも、私たちも少し匂ってるような。ったく、もう一回全部着てみる。よくないよ、全部に匂いがついちゃうでしょ。何これ、ややこしいな。どうやってつけるのよ。多分エプロンだよ。手伝ってあげる。終わったわよ。何ジロジロ見てんのよ。
そりゃ着てる人が可愛いんだもの。いいでしょ。どっちのエプロンか分かるように書いたの。でもちょっと臭いです。じゃなくて、私たちも。何嗅いでんのよ、この変態。お風呂？着替えたばっかりなのに、また脱ぐの？本気？まだ脱ぎたくないのに。いいから行こう。何してんの？長い時間お湯に浸かるのは苦手なの。これ何？あんまり美味しそうじゃないわね。当然じゃない。どうして食べれないと思ったの？耳？これは。とにかく、あんたたちが食べられるものなら、私たちも食べられるわ。お腹空いてるだけじゃないの？
どれどれ、何が入ってるのかしら。後で別のものを入れたかもしれないじゃない。食べてもいいですか？私、ウサちゃんじゃないんですけど。あんまり味がしないわ。何でもないわ。私、何も覚えてない。うん、私も思い出せない。私たち、ただで居候するつもりはありません。さっき、コンビニをオープンするっておっしゃってましたよね。私たちもお手伝いします。ね。え？手伝うの？あ、当たり前でしょ。出せるように頑張ってみるので、もう少し時間をいただけませんか？そうね、いつか思い出せるかもしれないわ。本当ですか？ありがとうございます。具体的にはどういう仕事をすればいいですか？私は何をしましょうか？思い出せないわ。私もです。オッケー、リンヤン。ちょっと、呼び捨てにしちゃ失礼だよ。ちゃんと店長って呼ばないと。
店長って呼ぶの？ちょっと失礼ね。そうですよ、私絶対にウサギって名前じゃないです。じゃあ、あんたを人間って呼んだらどうなのよ。可愛いかしら。まったく、恥を知りなさいよ。危うくいい人だって信用しちゃうところだったわ。あんたに任せるわ。これがあんたのセンスってわけね。私たち、食べ物なんですか？そう？なら、あんたの名前も食べ物にしたら？ちょっと、私のよ。乱暴なんだから。よしなよ。せっかくここに住まわせてもらえるんだから。こんなにたくさんあるのに。ちょっとくらい食べさせてくれてもいいじゃない。優しいんですね。え？ケチ。パソコンですか？わかりました。わかったわ。いっぱい買い物させてやるんだから。
わかりました。わかってるわよ。はーい。わかりました。私がですか？はい。これで合ってますか？ありがとうございます、店長。めんどくさい。はーい。そろそろ始めますか？私がお客さん役じゃないの？ようこそいらっしゃいませ。お客様、何をお探しですか？ここにはとんでもない品物がございますよ。他じゃとても手に入らない品ですが、当店ならお買い求めいただけます。他の人には内緒ですよ。さ、こちらはいかがですか？
ようこそ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、お客様。何かお探しですか？どうしたの？もしかして死んじゃった？一体何なの？さっきは魂が抜けたみたいだったのに、今度は疲れたみたいになっちゃって。ご褒美はもらえるってことでいいのよね？もともと私のじゃない。はあ、疲れた。やっと眠れるわ。お疲れ様です、店長。おやすみなさい。ちょっとやめて、鳴らさないでよ。店長、何してるんですか？頭が痛いです。いい加減にして、頭が割れそうよ。そんなの知るわけないでしょ。うん、あなたたち誰？風鈴。チェリーはあくまで一時的な名前よ。自分で考えるなら絶対別の名前にするわ。
全然可愛くないし。絶対いいのを考えてやるんだから。私はプリン。同じく一時的な名前です。私誰？私のこと知らないのに、どうしてシュークリームだってわかるの？シュークリームでいいよ。あんまりいい響きじゃないけど。この人のネーミングセンスはこんなもんなんだから、期待するだけ損よ。店長はそういう名前ばっかりつけて、何か深い意味でもあるんですか？確かに。それはそれは店長には深いお考えがあるんでしょう？前は生き物にとって食べ物が一番大事だからって言ってたのに、話が違いますね。そうとは限らないんじゃない？私たちを食べちゃうって意味かもしれないわ。本当に食料にするつもりなんじゃ。非常食にされるのよ。家にあるものを全部食べ尽くしたら、次はきっと私たちの番なんだわ。本当に？何言ってるかわからない。もう行っていい？どうして服を着るの？何か問題ある？バカね。そのままじゃこの人が発情しちゃうって言ってんのよ。こう見えて本当はケダモノなんだから。私たちが気を失ってる間にどんなにジロジロ見られてたかわからないわ。目を覚ました時、ものすごく近くにあんたの顔があったじゃない。わかった。どれを着ればいい？うん。わかりました。服を着替えろとか、お風呂に入れとか、変な趣味でもあるんじゃないかしら。
またジロジロ見てる。シュークリームが一番可愛いとか思ってるんでしょ。一番可愛い？もう行っていい？ここに住むの？私とプリンはそうだったけど、シュークリームもそうだとは限らないでしょ。試してもないのに引き止めるの？試すって何のこと？私はいいよ、行かない。私もここでお待ちしてます。わかった、行こう。ここどこ？だから店長ね。ポテトチップス。ここにあるもの食べていいの？そっか。ありがとう。うん。うん、うん、いいけど、何してるのか教えてくれる？何の音？痛い。あなたたち、どこから？毎回毎回私たちを転がらせてわざとやってるんじゃないでしょうね。店長、どうしていじめるんですか？私たちただ座って待ってただけなのに。そんなの知らないわよ。この償いは絶対にしてもらうんだから。そうですよ。私たちを使って実験するなんて。何を試したの？二人が急に現れたことが私にも関係あるの？
持ってないと出られないの？なら、その風鈴があれば自由になれるってことね。ご先祖様って本当にひどいわね。私も帰るの？そう。じゃあここにいる。どうして？何よこれ。なんだか少し怖いです。わからない。何も思い出せないわ。私も見覚えありませんね。わからない。でも頭が痛いのはこれが原因ね。寝てた私を起こして散々な目に遭わせたのはどこの誰よ。私は店長と同じ部屋で寝るの？じゃあ、あの子たちと一緒に寝る。おやすみなさい。
しい